戦国時代、最後のもののふと呼ばれた男がいた。その名は真田幸村。信濃の一領主真田家に生まれ、謀略に長けた父正幸と共に激動の時代を生き抜く。そして迎える最後の時。見えているぞ。壮大なスケールで描く。見るがいい。熱き男の48年、日の本一の強者、いざ。戦国無双真田丸。